はい、こんばんは。ごめんなさい、お待たせしました。ナッチンです。ナッチンズメイト第8回ということで、ですね、今夜は、今週一緒にね、ライブやるキングリョウくんどうでもーす。ごめんね、リョウくん、マジでいさ。やいやいやいや、もう全もう然大丈夫ね、みですよ。んなちょっと聞いても、もう本当にね、わかんなくて。なかなかやっぱちょっと難しいですね。僕が普段やっているちょっとシステムと違うんですけど。それで、そうなのよ。キングのね、音楽とか PV も送ってもらって、それを取り込んでテスト配信してたんだけど、流れない。いやもう、そういう時もありますって。すんません機械がこう、ご機嫌斜めな時もありますすいし、ません。なんかね、理由わかんないですけど、なぜか治ってしまうっていうやー、時ももうありますね、から、もう、本ナッ当チさに。んが、すごい一生懸命やってくれたのが、嬉しかったでいす。やいや、あ本りが当とうござ申し訳ない、皆さん。だから今日は、りょうくんの、携帯で音楽流します、キング。ちょっと BGM 流しましょうか、流しましょうか。軽く流してくれる？最高ですね。いやいやこれいや、どれぐまあ、らいの音量でいどくんんぐでらいすだかろうね。ね。ジャッジはね、聞いてる人に。これちょっしゃと、べりが聞こえた方がいいですもんね。音楽でかすぎます？超アナロ グ。これめっちゃ面白くないですか。いやいやいいや、や。逆にめっ、あ、いい感じですよ。よかっじゃあた。これぐらい本で。当？音楽大きくないですか、大丈い夫ですやいか。やいや。いや、なんあ、よか、くか。はいはいめはちゃめちゃいいと思いますよ。い。いやこいれ、や。神回になりますよ。本当、神回ありがとうございます。いやいや、最近さ、特にゴールデンウィーク、めちゃくちゃライブやってたでしょ。そうなんですよ。6日で8本。でしょ？俺絶対、りょうくん2人いると思ってた。なんか影武者みたいなんかね、吉祥寺シャッフルさん、な。はいはいはい。ね、夏さんも、よく使ってるライブハウスあるじゃないです今週出ますか。よ、我々。そのライブハウスが、ちょっと空きがポロポロってできちゃって、キャンセルが結構あったりするじゃないですか。で、そのキャンセルをする、方たちのお時間をちょっと埋めようかなと思って。えらい優しいいや、もうなんか、ちょっと恩返しできないかなと思って。ね。いやー、そうすることによって、その、シャッフルなりスタッフさんがちょっとでもね、助かるまあ、とそういうなんですけね。ど、うちのファンの子たちはもう振り回されて大変ですよね。いや、でもそんだけ いや、もう、会えるからその節はどね。うもお世話になりまして。でもね、6日で8本？ そうですね、うちワンマンが3本ですかね。だからちょっとおかしいよ。サポートメンバーもいて？ そうです。キングだけじゃないんですけど、そのアコースティックで一人そうでっていうね。のもあったり。いやー、すごいすごい。もうでも、ナッチンさんもキュッと詰まってる時はやっぱ詰まってらっしゃるじゃないです今月ちょっと詰まってか。たそうですよね。ね。なんかスケジュールのちょっと確認をするときにナッチンさんも、結構いろんな方々をサポートされたりとか、こうしてたじゃないですか。今月だからね、50曲ぐらい。50曲。僕はもう持ち曲の中でのあれじゃないですか。でも、ナッチさんはバラバラの50曲でしょ。で、バンドも違うじゃないですか。これはもう、むちゃくちゃ大変やいと思や、います。だけど、りょうくんのお仕事。いやー、もうありがとうございます。ちょっとね、褒め合っておりますけれども。いやいやいや、6日で6本ならまだわかるんですよ。6日で8本、あ、でも6日で6本もおかしいから。歌ってる、俺ベースだからさ。いやいや、もうでもね、ベースや言うても大変じゃないですか。声がも、だって俺、6曲歌っても枯れるよ。もうそれはあれですよ、持ち家は持ち家で。ね。まあね。僕本当に、何が辛いって、ギター弾くの方が辛かったですね。歌うことよりも、もう指まあ、がそっちかぎそれっそうか、で。そっかそっか。いやいや、いやもう本当に。たまにだから音や、そうなんです。と、ね、手伝ってもらってるんですか。完全なる独唱というタイトルで、まあ、本編は自分一人でやりきるんですけど、アンコールぐらいからもういいやと。もうちょっと音が来て。そういうで、パ仲ター間を呼んで、なんかわちゃわちゃするみたいな。20日は逆に俺べったり音や。そうなんですよ。僕、音へ封じられたんでしょ？ずるいんですいよ。やいやいや、ずるくないですいやか？いやいや、一緒の音やでよかったじゃん、じゃあ別に。ダメなの？やっぱし、ナッチンさんのところで、こうやってもろうて。あら、ごめんごめん。いいんです、いいんです、いいんです。じゃあ俺、今年からソロ再開して、やるときは全部音やが先生なの。いや、もうね、音屋さんいたら大丈夫ですよ。もう音屋さんは本当すごいんで。だから、
この間2月チロリンさんとやったんだけど、はい、その時は音屋にデータ作ってもらって、はい、でまあ配信したのは俺一人なんだけど、でもね僕はあのお話出たんであれなんですけど、一番オケを流しながら配信するのに向いている楽器はベースです。なんで？あのどうしても配信って老感がやっぱ消えがちなんですけど、はいはいはい、僕夏井さんあのね MID やってるじゃないですか、うんうん、あの配信出てめちゃくちゃバランスいいんですよ。あ、ベースが生音だから、はい、で普段こう聞こえ、はい、ちょっと聞こえてるんですけど、うん、普段やっぱね聞こえづらい楽器じゃないですか、 iPhone とか、うんうんうん、ああいうもので、うん、ベースをちょっと強調して出すじゃないですか、うん、めちゃかっこいいです。なるほどね、はい、全然気づいてなかった。あのチロさんのチロリンさんの音を聞いて、うんうん、めちゃくちゃかっこいいなと思って。チロリンさんがマジでエグいな、あれ。これね、うん、僕もオケ流してやってるんじゃないですか、うん、でオケを流してやるんですけど、ただのカラオケよりも生楽器がちょっとポンと1個入るだけで全然変わるんですよ、うん、なるほどね。だから、まあ、カラオケっていうかまあね、男性ボーカルユニットの方とかやられてますけど、うん、その音よりも確実にちょっとワンランク上なんですよ、ね、その中でもベースが一番キングです。おー、キングだと。だから、でもそれでいて、音屋さんいるんですよね、うん、今度。そう。もう最高に卑怯な手使いますよね。いや。音屋はね、はい、もちろんアーティストとしても素晴らしいんだけど、はい、比較的家が近いから、はい、もう普通になんか、ご飯行こうかっていう。そうですよね。もう友達なの。すごく身近にいた友達が、うん、最高に音楽できたっていう話ですよね。そう。俺もうずるい、もう来てますよ。家が近い。そうなんですよ。もう先輩ですけどね、もうその日はね、うん、ゲストアクトで、扉のね、うんうん、はいはい、まあ、オーナーのともくん、さくらくんが一緒にやるんですけど、うんうん、そこもね、すげえギターうまい子連れてくるんですよ。卑怯だね。はい。それも。それギタリストなのに、ギター弾いて、弾き語りされる方なのに、ギターを連れてくる。ギターを連れてくるんですよ。で、なつなじゃあ、もうしょうがない。りょうくん、純一郎使っていいよ。いやー、純一郎がいると、めちゃくちゃ面白くなるんですけど、あ、質は下がります。曲やらなくなって。ずっと喋ってます。いやあ、でもさ、今日ね、はい、番組の後半で、はい、20日セッションするでしょ。します。アンコールというか絶対したいです。その何を曲やるか決めようと思ってて、この番組5曲ぐらいいいんですよね。そんなにあんの？5曲ぐらいやりましょう。今から覚えられる？あ、僕は覚えます。じゃあ僕も覚えますね。そのせっかくなんで、うん、だその時に、はい、オケに弾いてもらおうと思う。もうギタリストみんないるじゃないですか。もういっぱいギタリストいるんで、あ、そう、大セッション大会になるってことね。はい。あ、じゃあ曲はでもさ、はい、決めようよ、この番組内で。はい。ね。後半お楽しみに。ねえ。はい。で、まあ、20日のお話ばっかりになっちゃったけども、はい、このね、俺、10月からこのナッチンズメイクやってるんだけども、はい、やっと呼んでくれましたね。いや、違う。僕、いつも。満を持して。僕、いつもチラチラナッチンさんの配信は見てますから。満を持して。うん、ちょっと親心もありつつ、いやちょっと楽しみに。なのにミュージックビデオが流せない。いやもう僕ね思うんですけど、本当にこの回で良かったです、うん、あ、本当にこの回でちょっといろいろまた修正しましょう、うん、はい、そう、満を持してで、はい、まあファンの方はねもうりょうくんのことご存知だと思うんですけど、もうもうそもそも、はい、そのボーカルになろうとしたきっかけとかそういうの、そこから掘り下げてくれるんですね。そもそも、もう本当に動機は不純ですよ、うん、一番最初になんか世界を変えてやるぜなんてボーカリストを始める人ってなかなかやっぱいないと思うんですよ。はいはい。モテたかったから。ああ、秀樹と同じパターン。はい。ただただモテたかったから。秀樹パターンだそうです。だから初めはボーカルというよりもなんかバンドがかっこいいな、うん、そうだね、バンドやってる人がモテる、とかスポーツができるとか持てるって、はい、そういう作りね。その中でも、うん、もう我々のシーンの中で、うん、ギタリストとボーカリストはちょっと別格だったんです。そうなの。これ多分、うん、ボーイのせいです。あー。もちろん高橋誠さんとか松井常松さんが支えてるじゃないですか。うん、で今思えばかっこいいなって。そんなことも当時は分からず。分からず。
とりあえずボーカルとギターの取り合いですよね。うん、そうそう、だからあのね、あ、これ今無料の方で、そうですそうです、あ、切り替わるんですね、あの後半は、ぜひ、うん、あのフールズメイドチャンネルさんに登録していただければ、うん、はい、お願いします。入れますけど、そのそれこそ、はい、俺も中学校2年の時に初めて仲良しとバンド組みました。はい、でまあボーカルはちょっとなんか持ってないと無理だから、いや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 、そんなことないです。じゃああと何やってた時に、大体じゃんけんとかで、僕ね思うんですよ、うん、ナッチンさんは優しいから、うん、こうみんながわーわーってバンドやろうぜっていう時に、うん、あ、じゃあ俺ベースでいいよっていう、そのなんかそんなイメージで、うん、まあ、そんな中学生とかの時いったんじゃないかなって僕は予想しますよね、うん、じゃんけんで負けたんですか。いや、うん、まあまあでも秀樹さんとかは絶対に譲らないと思うんですよね。秀樹はだってもうボーカル、そうですね、もう持ってたから中学に、あ、もうバチバチやったんですね、うん、なるほど。りょうくんはじゃあもう最初からボーカル、最初は僕ギターになりました。純一郎がボーカルでした。え、はい、そうなの。あのそれこそじゃんけんで負けたみたいな、そんな話ですけど、それが何歳の時。それが中学校2年生ぐらいですね。ああ、じゃあ同じぐらいなんですね。2年生、3年生ぐらいですね。で、その時の影響を受けたのはやっぱボーイ。そうですね、ボーイで、なんか兄弟いてる同級生とかいるじゃないですか。うんうん、で、お兄さんとかが、もうボーイの Taste of Boy 1、2、3、4っていう DVD があって、うん、はいはい、それをずっと見てましたね。あ、じゃあその純一郎ボーカル、はい、両ギターのバンドは、はい、ボーイのコピーバンド、はい、でそれで僕ベーシストにも一回なったんですよ。いろいろ行くね。なぜかというと、その友達にめちゃくちゃギターが上手い子がいて、でもバンドはやるあるあるあるで、ちょっと退いてベースに一回下がるんですけど、うん、で僕引っ越すことになるんですよ。地元の吹田から川西っていうところに実家が引っ越したんですけど、その時にバイク乗ってて、まだ車とかじゃなくて、結構距離があるじゃないですか。ベースを背負ってバイクに乗ると危ないっていう理由で順位と変わってなったんですよ。それがまあ高校1年生ぐらいですかね。で順ちゃんと いいよみたいな。まあ順ちゃん、まあしゃあないかなみたいな。でも順一郎はその時ベース弾けないわけでしょ。ベース、あのただなんかリズム感順一郎がすごく良くて、なんかハマったんですよね。でそっから、はい、あのままなんか僕がギターでとか純一郎がボーカルやったら、うん、パンクバンドになってます。ああ、なるほど。もうおいおいおいしか言わないパンクバンドになってますね、はいはいはい、今思えば。だからなるべくしてなってるんだと思うんですけど、なんか今聞くとなんそれみたいな理由なんですけど、うん、でもその時はもうピュアに、うん、なんかこう順番を経てこうなってるなっていう感じがしますよね。その時の、純一郎とりょうくん以外のメンバーって、はい、あの同級生で、同級生です。キングとはまた別の、はい、その時、もうそれこそちょっとしてからやっぱ X とか、うん、そのルナシー、はいはい、ジキルとか、うん、ベビーズルームとか、はい、やっぱ出てくるじゃないですか、はいはい、でかっこいいなってなって、はい、で、移り変わっていくんですけど、うん、やっぱルナシーに行きますよね。ボーイからの流れで一番こう、うん、ちょうど、まあ、そうだね、ちょうどなんかこうついてきて、うんうん、で出てくるわけですよ。兄さんたちが出てくるわけですよ。出てきちゃった。はい。とんでもねえのが出てきたぞと。おやおやおや。はい。これむちゃくちゃかっこいいなと。へえ。ってなって、うん、コピーし始めるわけですよ。ほう。挫折するわけですよ。挫折。ちょっと。まあ、X もそうですけど、うんうん、ルナシーに行ってから、ルナシーはやっぱちょっと弾けちゃったりする、まあ、まあまあ深いんだけどね。深いです。今思えば難しいんですよ。とっかかりとしては、はい、やっぱり、サムシェードの方がちょっと、サムシェードはちょっとね、挫折しますよね。うん、ちょっとギターやってることがちょっと無理かな。ドラムとか、ね。ドラムとか。そんな手数増やせないよね。はい。で、純一郎もちょっと難しいな。うん、そもそも、うん、歌が高いじゃないですか。キー高いの。高いじゃね。キレキ高いのよ。だから、ちょっとそこら辺で、うん、大好きではあるけど、これはやる音楽じゃなくて、聴く音楽だもん。そう。ってなるんですよ。はい。で、そこからずっとやっぱシャムは追いかけてって、うん、
なんか見に来てたんでしょ。見に行ってました。あのゲストね、あゲストじゃない、チケットを買って行ってました。マジで。はい。僕代々木とか行ってますよ。第一？第一です。代々木第一も行って、でそのままチラシ配りをして。代々木で？はい。で僕当時ちょっとあの短髪で、うん、秀樹さんっぽい感じにしてた時期があって、うんうんうん、はいはいはい、で。あのシャムシェード大好きです、バンドやってます、チラシ物を売ってくださいって、でちょっ ちょっとあの秀樹さんに似てる子いるよっつって、うん、シャムシェードのファンの方が結構多かったんですよ。おー、なんか話題になったってことね。あのちょっとこう人だかりができて、うん、あそう代々木でちょっとあの秀樹に似てる子がいるからちょっとチラシもらってあげようよみたいな感じで、ライブにも来てくださったんですよ、うん、はい、もらった人いるかな今見てる人で。いやもういるかもしれないですね。売名、そう売名の量君が、はい、その時ちょうどそのまあレイドってバンドやったんですけど、レイド、あその時レイドなんだ、もうちょっとあのパートは違うんですけど、純一郎がちょっとあの純さんに似てたりとか、そのドラムの高見っていうのがいいですけど、ナッチンさんにちょっと似てたりとか、高見が、はい、ちょっとちょっとずつこう違うんだけど、ちょっとチグハグしてるんですけど、なんちゃってシャムシェードみたいな、はい、ギターの子がそのね、カズマさんに見てたりとか、おおほほ、なんかダイタさんもううっすらですよ、めっちゃうっすらなんですけどこう、うん、ちょっと似てて、それでちょっとエッセイシャムシェードみたいなのが出来上がってたわけです。でもチラシ配ってるんでしょ。うん、もう配ってました。あの無許可でいやそれでも賢いと思うよ。はい、ライブハウスとかよく俺も気に入ったけど、はい、っていうよりはやっぱみんなに、いやもうお願いしますお願いしますって、うん、そう、はい、いや俺らもね、だってデュオ、市川デュオで初めてデモテープ作ったって、はい、おーびっくりしたー、オッティー、わーびっくりした、あー怖い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 、オッティオッティ、あ椅子持っておいで、今オッティアのこと話してたのよ、乱入でございます、オッティアちゃん、びっくりしたっていうか俺呼んだんだけど呼んだんですね。じゃあだから後半でさ、うわうわうわ、20日の時に挟まれた、ギターリスト音屋でございます。音屋でーす。20日ね、弾いてもらうじゃん、はい、はい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 、なんか封じられたっつってんの。いや音屋は封じられた、だからりょうくんも音屋に弾いてもらえばいいじゃんって、それはまた違う話になるやっていう話で、うん、だから20日は、はい、敵なの、敵だった、敵はないけど、まあまあまあそうですよ、ライバルライバル、友と書いてね、はいはい、そうなんだけど、あの最後さ、はい、セッション大会やるときに聞いてもらうから、はいはいはい、今日呼んで、はい、あの今日何やるか決める、決めるんですね、オトヤが、すいません、オトヤがバンマスになるわけですから、そうそうそう、そのセッションバンドの、はいはいはい、そうで、なんだっけ今、ああそうそう、シャムシェードのね、はい、ライブにあの見に来て、見に行ってチラシ配ったんだけど、はいはいはい、それってあのすごいいいこと、あのただ置いといてもね、うん、ライバーさんがさ、うん、あの撮らない人がいたり見てもね、あのちゃんと、はいはいはい、あれだけど本人からこう、ね、渡されたらさ見ますよね、見るし、うん、行ってみようって気になるし、うっすらみんなちょっとずつ見てたから、うん、あのエッセシャムシェードも出来上がるでもシャムのお客さん多かったもんね。そうですね、うん、そうなんです、お世話になってた。本当、ありがとうございます。でそのシャムシェードの、うん、はい、市川デュオでね、はい、まだインディーズの時にデモテープ、カセットテープだよ、はい、500本かなんか限定で作って無料配布した時手渡しちゃったの、したらね、いらないって言われたんだよ、あ何名かに、すごいショックで、なんかでもそれあの対バンのイベントだったの、うんうん、だ例えばキングを見に来てたお客さんにさ、あシャンシェードですってテープ渡してもさ、はい、それはいらないっていう人いるじゃん。そうですね、でも今それ伝説のテープになってる、ね、これ持ってたらね、もう他校に売れたかもしれないね。いやいやいや俺も持ってないんだよ。まだドラム順次じゃないやつだよ。ああ、本当か。A のやつだ。いやでもなんかこうね、そういう思い出が結構あって、うん、もうね、どういう機会でボーカル始めたのっていうところから掘り下げてくださってるから、はい、今ねレイドまで来た、今やっとここまで来た、リアルゴールドからそう純一郎にちょっと待って、リアルゴールドって何ですか。そのあのあれですよ、純一郎がボーカルのバンドですよ。それリアルゴールドなの。はい、それは売れないわあのバンド名決めるときってシャムシェードって決め張るとき会議が行われるわけじゃないですか。ヒデキと俺だけで決めたの、うん、なんでシャムシェードなんですか。
え、それ話す？あ、これあの今言っちゃダメなんです。いいんだよ、長くなる。あ、まあ簡単に言うと、はい、ヒデキとだからバンド組もうって始めて、バンド名どうするって言った時に、やっぱりあのもう世の中にあるバンド名だって嫌じゃん。だないのを探す時に難しい単語がいいんじゃないって言って、はい、二人で地元の図書館行ったの、はい、でこんな分厚い辞書がね、はい、あって、で A から見ていくの。A から見てて、はい、あのなんか使われてない言葉ばっかり選んだんだけど、はい、まあ頑張って S まで行った時に、はい、シャムって出てきたんだけど、はい、そのいわゆるシャム程度のシャムってあの略語で、うん、もっと長いのなんて、何語なんですか？よくわかんないんだけど、はい、でなんかあの密接したみたいな感じで書いてあったから、あ、これ良くないって言って、でも長すぎて、はい、自分らでも書けないから、それを SIM でいいじゃんって言って、シャム、はい、でシャムだけじゃねえなんて言って、はい、じゃあちょっと影つけとくみたいな。ああ、なるほど、うん。まあもっと深いお話があるとは思うんですけど、うん、多分グッと省略してお話していただくと、うん、図書館でシャムシェードっていうものができたということですね。もうリアルゴールは至って簡単ですよ。バンドもどうする、うん、もうライブもちゃんとしたライブじゃないんですよ、うん、高校生のその軽音楽部が集まってやるような、うん、なんかその名前がないとダメだと、うんうん、いうことでスタジオでたまたまあのリアルゴールドのそのジュースあるじゃないですか、あれの箱があったんですよ。もうこれでいいんじゃないっつって、リアルゴールドでいっかぐらいな感じで決めたんですよ。それはね、はい、あ、でもそれでさ、売れた人、ゆずだっけな。でもなんかね、そういう、そういう理由、うん、簡単な理由でつけた名前で売れた方もいるけど、リアルゴールドはちょっと。で、それこそあれですよ、ね、キングって名前あるじゃないですか。うん、キングは、初め僕一人で、リョウだったんですよ、うん。で、それをライブするときに、これなんかリョウって嫌だなと、うん。でもなんかこう、まだ名前つけなきゃいけない。うん、そのときに僕、キングって犬を飼ってますよ。で、それはチワワなんですけど、チワワでこの子が大きく育ってくれたら、うん、もうちっちゃいこんな赤ちゃんのこんなんやったんですよ、うん、そしたらキングサイズの大きいチワワになってしまって、じゃあ なったんですよ、うん、でそのキングを抱いてたがゆえにキングってなったんですけど、俺も大きくなろうってこれね、秀樹さんと対話をしたことがあるんですよ、うん、まあね、青い服を着てやってはった時、うん、足と、ああ、はいはいはい、足とかキングがこう手間したことがあるんだけど、その時に秀樹さんが、はい、めちゃめちゃね、強めにね、どっちがキングか教えてやるよって僕に言ったんですよ。めっちゃ怖くないですか？怖いね。怖いですよね。わ、怖い先輩やなと思って、うん、めっちゃ笑ってましたけど、うん、すごい圧をかけられたという、うん、はい、もうバンド名ででも結構ね、うん、みんな考えに考えてつけるもんですよね。僕が意外とあんま考えてなくて、いやーどうだろうね、はい、考えすぎてもなんかやっぱポンって浮かんだのが一番いいんじゃない、うん、そうですね、うん、なんか意識してるのは短い方がいいかなと思うんですよ、うん、そうね、なんかブワーって長いのだと、だ そういう時代だったのかも。今で言うとさ、なんとかかんとかでさ、はい、テレレンとかって略すのが流行ったりさ、やたら長いのがあるじゃん、なんか文章みたいな、うん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 、そういうのが流行ったけど、多分りょうくんとか俺の時代は分かりやすくてインパクトがあってみたいな、うん、感じだと思うんだけど、まあちょっとねこの後ね後半に行かないといけないんで、はい、一度ここら辺でね、本当はここでミュージックビデオがあるから、なるほどなるほど、設定しててもさ、はい、配信に載せられなくなっちゃって、見て見て、すごい機械並んでるね。俺の携帯から、アナログですね。これも神回やから。なので、すみません、皆さんこの後ね、ちょっと一回ブレイク入れて、その間にちょっと準備をして、はい、セッション曲をね、準備しましょう。じゃあすみません、ちょっとお待ちくださいね。お待ちください。はい。